不敬言語の例アフリカの語族と YDNA の分布アフリカの語族の分布 YDNAE1 ビット 1A の分布 YDNAE1 ビット1ビットの分布 YDNAA の分布不敬言語仮説または父語仮説は人間は父親の言語を話す傾向があるという仮説であるこれは言語とミトコンドリア DNA の変異の間よりも 言語と Y 染色体の変異の間の相関が密接であるという1997年の発見に基づいている。最初の研究はローランテキスコーヒールが率いる集団遺伝学者のチームによってアフリカとヨーロッパのサンプルで実行された。他の遺伝学者による同様の発見に基づき2010年に歴史言語学者ジョージ・バンドリームによって父親の話す言語を 母親が子供に教えることは、言語が時間とともに優先的に広まるメカニズムである、という仮説が立てられた。Y 染色体は、父系遺伝する。つまり、父親から息子へと男性間でのみ受け継がれる。一方、ミトコンドリア DNA は、母系遺伝する。つまり、ミトコンドリア DNA は、母親から子供へ、そして、娘から子供へとのみ受け継がれる。 1997年、ローラン・エクス・カフィとその学生であるエステラ・ポロニのチームは Y 染色体配列 P49RF トキルの変異と言語学の間に強い相関関係があることを発見したが、ムトドナの変異についてはそのような対応を見つけることができなかったと報告した。ポロニへールはそのような相関関係が生じるプロセス。 すなわち、不敬言語仮説を提案した結果として、私たちのゲノムの女性特有の多様性は、男性特有の構成要素よりも地理学や言語学に適合しない。それが事実であることが証明された場合、母語を話すという我々の共通の心情は、父語の概念に修正されるべきである。エステラ・ポロニはまた、2000年4月にパリで開催された国際会議で、 不敬言語仮説を発表した。この集団遺伝学の研究に基づき、歴史言語学者のジョージ・バンドリームは、彼自身の民族言語学の出版物と協調した集団遺伝学の出版物で、不敬言語仮説を詳しく述べた。2002年に台北で開催されたインド太平洋戦士時代協会の会議で、次のように提案した。母親が子供たちに、 父親の言語を教えることは、言語の歴史を通して繰り返し、偏在し、広く行われているパターンだった。時間の経過に伴う、言語変化のメカニズムのいくらかは、この伝達経路の方向性によって生み出された可能性がある。この対応関係は、世界中で観察されている。次の進展は、言語に関連する特定の Y 染色体マーカーの発見であった。 これらの Y 染色体の変異は言語の変化を引き起こすわけではないが、言語を広めた歴史時代、または戦史時代の男性和者によって運ばれた。これらの言語固有の Y 染色体マーカーは、ポロニエトール1997によって観察されたような相関関係をなす。さらに、この Y 染色体マーカーから記録されていない言語変化の根底にある地理的範囲、 時間の深さ、及び、男性の移民レベルを決定可能である。この結果、戦死時代の男性移民のわずか10から20%しか、言語交代を引き起こさない可能性が示唆された。これは、新石器時代、青銅器時代、鉄器時代の最初の農民や金属労働者のような、EN、エリートドミナンスを示している。ウラル語族と、YDNA、 N の分布、ラル語族の分布、ハプログループ N の分布シナチベット語族と、YDNAO2 の分布シナチベット語族の分布、ハプログループ O2 の分布戦士時代の語族の拡散が、Y 戦色体ハプログループ U の拡散と強く相関する、顕著な例はいくつかある。遺伝子は、言語の直接の決定要因ではないため、不敬言語仮説には、例外も存在する。 二つの有名な例外は、パキスタン北部のバルチ人とヨーロッパのハンガリー人である。バルチ人で最も頻繁に見られるムトドナハプログループは、隣接するチベット人集団のものと同じだが、バルチ人の男性で最も頻繁に見られるワイ色体ハプログループは、イスラム教の導入により西からバルチスタンに入ったようである。バルチ語は最も保守的なチベット諸語の一つである。 バルチ人の言語は、Y 染色体ではなく、ムトドナに対応しており、事実上、母系言語の顕著な例である。もう一つの、よく知られている例外はハンガリー語である。タット C 血質によって区別される Y 染色体、ハプログループ N1A1 は、ウラル語族の集団全体で高頻度に見らるが、ハンガリー人の男性では事実上欠落している。今日のハンガリーへのマジャル人の侵入は、 歴史的に証明されており、明確な言語学的証拠が残っているが、遺伝的には、マジャル人の侵入を示す顕著な遺伝的痕跡は残っていないことになる。遺伝的観点からは、ハンガリー人は西スラブ語軍の人々に非常に類似する。ありがとうございます。